NTT から手紙が来てます。中間事業ご報告在中ということで、ちょっと見てみましょう。なんだろうね。100株がね、25分割して2500株になってます。めちゃくちゃすごいよね、この2500株ね。だからもともと400株持ってる人は万株になっちゃうね。すごいな。で、1株あたりの配当金が2500円。これ半期、中間配当金の半期ですよね。だから6250円で、通期だと1万3000、あ、1万2500円ってところですね。はい。で、だから通期だと4円で、なんだ。100株でしょ？ 25。なかなかいい方なんじゃないですかね。何パーセントなんだろう。はい。で、これね、株価が上がるかと思ったんですよ。25分割って言うと買いやすくなるじゃないですか。ね。だから、100株で、4万円ぐらいで買えるのかな？はい。だからもうみんなが株主になれるというね、銘柄になったんですけど、それが、なかなかなぜかね、増えない。まあ、多分ね、年度末、12月末になると、NISA が切り替えるじゃないですか。で、余った枠で買ってくれればいいかなと思ってるんですけど、なかなか株価が上がらないんで、どういうものなのかなというところですね。で、受け取りはいつも通り証券会社で。で、これ、基本これだけですね。で、なんだこれは。NTT ドコモとの資本業務提携を発表ということですね。NTT 株主の皆様へということで、マネックス証券は、親会社であるマネックスグループ株式会社および NTT ドコモとの間で、2003年10月4日に資本業務提携を締結しました。マネックス証券は今後、個人の生活における資本、資産形成が最も身近で当たり前のものとなるよう、証券会社の既存のビジネスモデルを進化させ、お客様に最も選ばれる次世代の資産形成サービスを NTT ドコモと共同で創出し提供しますって、どんなことなんだろうね。なんか漠然としてよくわからねえな。何なんだろうこれね。なんかよくわかんねえな。 D ポイント、9600万の D ポイント会員基礎、金融イノベーション。よくわかんないね。いいのかどうかよくわかんない。で、新規口座開設。あ、証券会社の口座作ってねっていうことですね。作らないよ。ね、いつもね、使ってるところに行くのがいいですね。NISA って一つのね、口座しかできないんで、作らないですね。よくわかんないな。で、こちらの方、島田さん。社長執行役員。代表取締役社長。ということね。はい。まあ、親方日の丸ですからね。もともと、電報で、NTT ってね、そう、ね、そう、だから、ね、郵便局と同じようなもんですよね。あと、地下鉄、東京メトロとか、ね、そんな感じですよね。だからね、まあでも優秀な人がね、多分、会社経営に入ってますしね。まあ、社員の皆さん多分すごく優秀ですよ。だって給料いいんだもんね。はい、確かね、すごく平均収入はすごく高いんですね。はい。で、まあ、ちょっと収益見てみましょうかね。営業収益。予想で、対前期比増ですよね。あれ？あれ？増じゃねえな。ちょっとだけ下がってんな。まあ、横ばいみたいなもんだね。はい。半期では増になってるんだけど、通期では、対前期比。ちょい下げですね。ちょっとだけ下げ。はい。で、営業利益は、上がっている、上がってる。だから単価がいいってことですよね。はい。中間では、利益出てない。どういう意味なんだろうね。営業収益では、まあ、売上ですよね。売上では、中間が良くて、通期が悪いと。で、利益については中間悪くて、期末に良いと。なんだろうね。だから、利益がちょっと遅れて発生するんだな。ね。はい。ということで、EBITDA なんかもよくやってますね。はい。で、セグメントの状況。
で、赤が総統 ICT 事業。総合 ICT 事業。わかんないな、なんだろう。で、水色が地域通信事業。それからグローバルソリューション事業。その他と。その他、まあ、不動産、エネルギーって書いてあるね。で、営業収益は、だから、総合 ICT っていうのが、利益率がいいってことですよね。で、地域事業は、まあ、あんまり、振るわないと。あ、同じぐらい、同じ。振るわないのが、グローバルソリューション。ソリューション。ね。売上の割には、利益が出にくいと。まあ、基盤となるのがね、利益率高いんでね、あれだけどね。足引っ張っちゃってるんだけど、でも将来にかけるものなんですよね。グローバルソリューション事業。はい、裏側は、イベントレポート。はい、オンライン会社説明とか。NTT の探し動わかんねえな。わからん。NTT 株クイズ。D ポイント申請。なんだ、株主様のみ対象ということで、あ、うちを読んでみますね。株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より長く保有していただくために、当社株式の保有期間に応じて、株主様に向け D ポイントを申請します。本年度推し、推定対象の株主様には、新定対象の株主様には、今回の株主通信、2006年6月号に同封する形で、新定に関するご案内、ログイン ID パスを送付しますので、確認の上、3月31日までエントリーサイトよりお申し下さい。これね、じゃあこれで申し込んでみますね。はい、ということは、なんかね、なんか、配当と別になんかポイントくれるみたいですね。はい。じゃあどんなもんだかね、また、6月、次のね、通信が来た時に、株主通信が来た時に報告したいと思います。ではね、期待の NTT、株主の、中間配当のお知らせがありました。これね、もしかしたらね、これ宣伝すれば、株主増えんじゃないかな。で、株価上がんじゃないかな。と感じました。では以上です。